それにしてもこの立て子は何なんだ。ここってもしかして。なんだよ、知ってるのか。多分、実は一度ここから落ちたことがあるのよ。はあ、怪我とかしなかったのか。この立て子は重力が制御されているの。だから一番下まで落ちても大丈夫だった。一番下って？多分プラセンタ、私たちが眠らされていたところの近くだと思う。なんだって。ってことはシャールたちはここから入ってプラセンタからフェリオンを襲ってたってことか。今考えてみるとそうなのかもしれないわ。全然気づかなかった。ってことはここから飛び降りればフェリオンまで近道できるってことか。ちょっと待って、重力制御装置がまだ生きてるかわからないのよ。あ、そっか。ヒヤヒヤさせないでよ。できれば早く帰りたかったけど、元のルートを戻るしかないか。そうね、行きましょう。姉さんが待ってるわ。よし、行くか。この辺りだよね。でも私、よく考えたらプリムってこの見た目を知らないよ。はぁ、困ったな。知らない人に話しかけるのって苦手なんだ。え？あなたは誰？あ、もしかしてあなたがプリムさん？え？いやいや、俺はデルタ。あんたこそ誰だ？デルタ、本当に？なんだよ、そんなにじっと見られても。私イオンだよ。ビオナサル・ククルル・プリシェールだよ。すごい名前だな。まあイオンでいいんだな。イオン？え？イオンじゃない。すごい、どうしてこんなところに。キャスちゃん。そうよ、イオン、私よ。本当にキャスちゃんなの？イオンこそどうなったんだろうってずっとみんな心配してて。なんだよキャス、知り合いか？え、私たちが子供の頃イオンと一緒に遊んだの。あんたとイオンはすごく仲が良かったのよ。なんだって、この人と。覚えてないの？ごめんねイオン、私たち今すごく急いでるの。何かあったの？姉ちゃんたちはまだ生きてるの？姉さんもサーリも私たちの町で暮らしてるわ。本当？本当よ。でもこのままじゃその町がなくなっちゃうかもしれないの。どういうこと？私たちの町フェリオンは人間が住む最後の砦よ。でも今はシャールの攻撃を受けてるの。そんな。大丈夫、この子がいればシャールを全滅させられるって姉さんが言ってたわ。私たちはこの子を急いで姉さんの元に連れて行かなくちゃいけないの。そうだ、お願いイオンも協力して。それはダメ、シャールを全滅させるなんてダメだよ。はあ？シャールは人間を殺しているわけじゃないし、危害を加えるつもりもないの。なわけねえだろ、俺たちはいつもシャールと戦ってきたし、捕まっていく人たちを何度も見てるんだぞ。そんな、でもシャールが悪いわけじゃないの。お願い信じて。今さら何を。デルタ待って。ねえ、イオンはもしかしてシャールが何をしているか知ってるの？全部知っているわけじゃないけど、今何が起こってるかはなんとなく分かってるつもりだよ。今起こってることって？ヤルフィーネ、ノイア、過去に惑星を潰した人間がその罪を償うことで新たな大地を生んで、この場所を新しい星にする。そのためにシャールは人間を
フラスコの海に導いてる。カノンさんはそう言ってた。なんだよそれ。ってことはこの大地は捕まった人間が何らかの形で生み出してるってことか。それは。ふざけんなよ。無理やり連れて行かれて星を作る材料にされてるってことだろ。それはシャールたちが人間を無理やり連れて行ってるのは私も知ってる。それは私も絶対にダメだって分かってるの。でもそれは話し合えばきっと分かり合えるよ。カノンさんだってきっと分かってくれる。イオン、私これからカノンさんと話しに行こうと思ってるの。お願い、キャスちゃんたちも一緒に来て。プリムをヘリオンに送り届ける。そのために俺たちはここに来たんだ。待って、デルタ、イオンの話を聞いてあげて。でもキャス。お願い。分かったよ。ありがとう。カノンさんはノイアの祭壇にいるはずだよ。行ってみよう。いよいよこの時がやってきました。この呪われた箱舟が、星なき星が、生命を育む真の惑星へと生まれ変わります。罪深き人間の魂はシャールによって救われ、新たな星の支柱となる惑星シャラノイアの柱となるのです。今こそ祝福の歌を歌わん。ジェノムの王コーザルの名において、この時を生きようとする全ての生命のために。この歌は何だよ。さっき言ってたヤルフィーネ・ノイアってのと関係があるのか。イオン、答えてきて。たぶん急ごう、カノンさんのところに。悪いキャス、俺はやっぱり行けない。デルタ、この歌が終わったら何が起こるのか俺は知らない。でも人間にとって不幸なことが起こるってのは分かる。決して俺たちのために歌われているんじゃないってのも。イオンだっけ。もう話し合いとかそんな悠長なことは言ってる場合じゃないと思う。悪いけど説得はあんた一人で言ってくれよ。待って、私がちゃんとカノンさんに止めるから。幸せは何にも怯えずに生きること。シャールに怯えて暮らすのはうんざりだ。そんな人たちを見るのもポリゴリなんだよ。シャール、人間を犠牲にして自分たちだけの楽園をここに作ってた。そこでノーノーと暮らしてやがった。お前にそれが許せるのか。違う違う、ここはシャールのためだけの楽園じゃない。シ
があれば人間のための犠牲になるはずなの。人間って、あの審判で選ばれた人間のことだろ。そんなにうまくいくわけがない。自分の目で見てこいよ。生きる奴と殺される奴を分ける、あの残酷なシャールたちの儀式を。俺たちはそんなの見てられない。フェリオンに戻ってレイさんの力でシャールを滅ぼす。邪魔するならどけよ。いいよ。ごめんね。アーシス、
ヤルフィーネ・ノイアって何なんだよ。歌が聞こえてくる。ここは任せとくわ。終わりだ。甘いぜ。あっそら、あっそら、また出てきたわ。準備して、一気に決めちゃえ。終わりだ。甘いぜ。あっそら、いいですね。続けるわ。一気に決めちゃえ。甘いぜ。オラオラオラ、その調子。オラオラオラ、どんどんかかってきなさい。一気に決めちゃえ。まだ終わりじゃないぜ。終わりだ。いいですね。続けるわよ。このまま続けていくわよ。まだ終わりじゃないぜ。終わりだ。こっちも任せない。ほら、また出てこ。準備、このまま続けていくわよ。ほら、止まって見えるぞ。その調子。まだ終わりじゃないぜ。邪魔なんだよ。いいじゃん。続けるわよ。よし、連続攻撃。まとめていくぜ。まかないよ。この力受けてください。バッチリ。どんどんかかってきて、一気に決めちゃえ。傾けるぜ。ほらほら、ガンっていくわよ。この力受けてください。バッチリ。まだ終わりじゃないぜ。また出てきたわ。準備して、このまま続けていくわよ。ほら、止まって見えるぞ。やった、その調子。まだ終わりじゃないぜ。ナイス。ふっ、また出てきたわ。準備して、よし、連続攻撃。ほら、止まって見えるぞ。その調子。見せてあげる、全力全開よ。今の戦闘、お前の歌魔法すごかったな。ありがとう。なんだか息の苦しくなる場所だわ。でっけえ柱。